皆さんこんにちは。1話目でお話しした大きな台風で被災した際、こんな感じで幸いにも田んぼ側へ電柱が倒れてくれた自宅周辺ですが、木が道路側に倒れて高圧電線を切断してしまったり、場所により2週間から1ヶ月弱電気を使うことができませんでした。その時に困ったことの一つは、バケツで洗濯すすぎはできたが、足で踏んでも二人で絞っても十分に脱水ができない。もう9月の初旬の晴れの日で、半袖 T シャツを1枚乾かすのに、脱水が手絞りだと3日間かかっても襟元や脇が乾かなかったです。もう何日も停電して、ご近所の高齢者、障害者、その介護者さんや育児ママなど、もう手絞りは枚数が多くて、長期間だともうすごく手が痛くなったっていう声が、もうそんな経験から電気代節約、地震や台風などの災害対策には電気を使わなくても脱水できる商品が欲しいなぁと思っていたら、 USB お弁当炊飯器って有名な三幸さんで電気が一切不要なドラム式手動洗濯機を発見しました。しばらく在庫切れでしたが、3月中旬から再販しましたので、早速ご紹介させていただきます。大きさはバケツの深めサイズで、排水はホースを外すだけ。これなら目の見えない人でも排水を失敗しなくて済みます。連泊のキャンプにも持っていけたり、あと汚れ物の専用で使ったり、災害対策の他にもライフスタイルに合わせた使い方ができそうです。砂や汚れがついても丸洗いできるので、浴室、ベランダ、庭、あとキャンプ先なんかでもいつでも清潔を保てるのもミソなのかなと。ドラム式なので少量の水で洗うことができますが、やっぱ取り回しが重くなるため、女性の力で厚手のトレーナーなんかだったらね、1、2枚がちょうどいいのかなと思います。私が購入した決め手は両手で回せること。電源を気にせず好きな場所に置けて、高さを合わせるなどすれば腰痛予防もできて、自走式の車椅子ユーザーさんも車椅子に乗ったまま洗濯や脱水ができるバリアフリー設計なところもおすすめな点です。少しコツが必要ですが、自転車のように足で漕ぐこともできて、手が疲れてきたら足でとか、本当は片腕に、麻痺がある場合でも使えるかなと。で、子供と一緒に何回回せば汚れが落ちるかゲームとか、脱水の王選手権とか、歌に合わせて回せばお家でリトミックなど、災害や電気の節約が長期間にわたると家庭内で疲れが出てきたり、少しギスギスしそうになる時があるかもしれないからこそ、工夫次第で笑顔になれる商品を選ぶのもサバイバル生活を後押ししてくれる備え方の一つなのかなって思います。今回も最後までのご視聴本当にありがとうございました。いつものお願いですが、チャンネル登録といいねボタンをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。